株式会社中央公論新社は日本の出版社である読売新聞グループ本社の参加略昭和中高本校では旧法人の株式会社中央公論社についても述べる1886年に京都西本願寺の有志が集まり反省会を設立翌1887年反省会は反省会雑誌を創刊1896年 東京に移転し、1914年に中央公論者と改名、1926年に株式会社化した。中央公論は対象デモクラシーを代表する総合雑誌として部数を伸ばした。1916年には婦人公論を創刊、両子とも第二次世界大戦後観光を続けている。中央公論者は1990年代に 経営危機に陥ったため、読売新聞社が救済に乗り出し、1999年に読売の全額出資によって、中央公論新社が設立され、営業を譲り受けた。2002年の読売グループ再編により新設された、グループ持株会社読売新聞グループ本社の事業主会社となって、現在に至る、旧中央公論社は1999年2月1日付で、 株式会社平成出版に、称号変更、同年8月23日に解散、同年12月27日に特別生産開始、2001年9月1日に生産が終了し、完全消滅した、2015年5月7日、本社機能が、旧中央公論社時代から使われてきた、中央区京橋の自社ビルから、千代田区大手町の読売新聞東京本社ビル19階に、 移転した一般向け読売ウィークリー等は移籍することなく、引き続き読売新聞社から発行されていたが、2008年12月1日発行文を持って休館となった一部の書籍及び読売新聞宿刷版は現在も読売新聞社から出版されている。会員向け1980年代から90年代にかけて名作漫画をまとめた中古愛蔵版を 多数出版した。これは2から4センチメートルほどの厚さで、一冊にまとまっているので買いやすいということで、指示を集めた。また、藤子藤雄の漫画の全集である、藤子藤雄ランド、ドラえもんや石の森章太郎の、日本の歴史シリーズタを出版したのもこの頃である。1990年代後半になって、文庫の漫画が流行したことから、愛蔵版シリーズの作品の多くは、 中古文庫に移行した。また竹宮恵子、安彦義和等を再販した。広島原爆をテーマにした中沢刑事の裸足の言も当社から大判愛蔵版として発行され、後に文庫版でも刊行されている。読売新聞日曜版に連載されている猫ピッチャーの単行本も読売グループという関係で当社から出版されている。近年はコンビニコミックの出版にも 積極的で、チココミックライトスペシャルのレーベル名で展開、笑いウセールスマニア、マタロウが来る、など、藤子藤尾 A の代表作品を中心に刊行されている。前日の、裸足の源のコンビニコミックは、週刊少年ジャンプ掲載文を集営者が発行しているが、ジャンプ以外の雑誌に掲載されたシリーズは、裸足の源第2部として、中央公論新社から刊行されている。 ありがとうございます。